キャブなんとかをやるでやんすよ。どうするもやみる。こいつはー土曜日なのに人がおらんぞー。キャブなんとかだ。ほら。めん。これがパークが充実している土曜日のスキー場か。長野の白鳥高原的な立場のやつだな。キャー。これは良いゲレンデだ。隅っこにはパウダーもあるぞ。イエローキャブだ。小池栄子。アチョー。板のやつだ。稽古しか知らん。メインのビッグキッカーかっこ3メートルくらい。いやー、ゴーゴーでやんすよ。ほら、初心者に優しい板だ。ゆるふわスノーボードだ。ゆるふわ鉄の棒。ゆるふわナローボックス。ゆるふわおら。えい。キャブ上がれ。オブチケイゾーぽーい。えい。板のやつだ。次のボックスという名前であるが箱ではない板のやつだ。
次のパイプが4本合わさってレールと言っていいのかよくわからないやつだ。ああ。終わります。長期的に成長しますかっていうのでいくと、日本人がめちゃくちゃ減るとかでない限りいつか売り上げは上がるんですよ。オンラインで物を買う人がいなくなることはまずないよね。